出羽港周一は、青森県中津軽分岩木町出身で、1950年代に活躍した大相撲力士である。現役時代は、出羽の海部屋に所属した。本名は、川田周一。最高位は、東前頭筆頭。現役当時の体格は177センチメートル98キログラム。特異種は、突っ張り、右四つ、寄りなど。 引退後は年寄り、藤島として、後進の指導と、相撲協会の発展に尽くした。1940年5月場所にて、17歳で、初土俵を踏んだが、幕下に昇進したところで兵役のために長く、土俵を離れた。そのため、新十両昇進は1949年5月場所と、時間がかかった。十両にいた時期も長く、 新入幕を果たした1953年5月場所では、すでに30歳に達していた。それでも、その後、下手,手繰りなどの技を武器にして、幕内を連続20場所保った。その間、1955年9月場所では、大関、大内山を、1956年3月場所では、大関、松登りを破る主君の星を挙げている。幕下から重量にかけて、 本名でもある、カータから、4場所連続で四個名を改めた。1958年9月場所限りで引退し、以降は年寄り、藤島を襲名して出はの海部屋付きの親方となり、長く勝負審判などを務めた。1979年9月16日、暴行腫瘍のため、東京都内の病院で成居。56歳没。左膝関節捻座により5日目から、 途中休場、10日目から、再出場右足首関節捻座により2日目から、途中休場。ありがとうございます。